皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況のパヤシです。1980年代後半、多くのファンを熱狂させた新生 UWF、 前田明とフロント陣の対立から最終的には消滅してしまうものの、その系譜は UK と呼ばれ、3つの団体に受け継がれていきました。それが UWF インターリングスパンクラスの3団体になるのです。新生 UWF 崩壊のいざこざから、互いに交流を持たず、どちらかというと仲が悪かったこの3団体。そんなさなか UWF インターナショナルとリングスの間で7対7の対抗戦が計画されていたことはご存知でしょうか。最終的には実現しなかったこの対抗戦ですが、その過程で生まれた遺恨というのが非常に興味深いものだったのです。今回はそんな幻に終わった UWF インターとリングスの対抗戦について見ていくことにしましょう。新生 UWF 崩壊後、独自の路線を展開していた3団体。崩壊の経緯が前田と他選手との圧力ということもあり、お互い意識はするものの交流があるような関係ではありませんでした。そんな最中、突如前田明がUWF インターとパンクラスについて宣戦布告をしたのです。それは1994年1月21日、日本武道館で開かれたリングストーナメントでの出来事。このトーナメントに優勝した前田はインタビューで UWF インターとパンクラスの名前を出し、誰が一番か決めればいいと宣戦布告とも取れるアピールをぶちかましたのです。これは当時の前田からすると、もう一度 UWF のメンバーで興行を行いたいという純粋な心境から出た発言だったのでしょう。しかし両団体からの反応は何とも言えないものでした。特に新生 UWF 崩壊時に前田と圧力のあったパンクラスの船木正勝と鈴木実は過剰な反応を示します。船木は前田さんとは今後一切関わることはありませんと言えば、鈴木ももう二度とパンクラスや自分たちの名前を出さないでくださいと発言。完全にリングスに絶縁状を叩きつけた形となり、この両団体はこれ以降犬猿の仲としてたびたびトラブルを起こすことになるのです。一方の UWF インターはこの前田の呼びかけには一切反応を示しませんでした。つまり完全に黙殺を決め込んでいたのです。当時 UWF インターは高田信彦をエースとしてさまざまな仕掛けを行い、注目を集めている団体でした。ただその行動は他団体に対して挑発的な行動が多く、マイナスなイメージを持たれていたのです。そういった点からもリングスやパンクラスとは若干毛色が違うとも言えました。ただ冷静に考えれば、前田の宣戦布告は UWF インターとしても反応していいはずの案件。当時は UWF インターナショナルで U の神馬と呼ばれていた取締役の宮と優子が前田明との間に確執があったため黙殺したのではないかと噂されていたのです。しかし本当の理由は違いました。この時 UWF インターはとんでもない企画をぶち上げようとしていたのです。前田の発言から約1ヶ月後の1994年2月15日、横浜のグレイスホテルで UWF インターは4月から開催されるトーナメントについて記者会見を開くことになったのです。会見場になぜか警備員2人とともに登場した取締役の鈴木健氏。会見場のテーブルには大きなジェラルミンケースが置かれていました。そして鈴木がそのケースを開けると、中から現金1億円が出てきたのです。4月から開催されるトーナメント、それは優勝賞金1億円のプロレスリングワールドトーナメントだったのです。偽物ではなく正真正銘本物の1億円が積まれた光景はまさに圧巻の一言でした。ただ本当に驚くべきなのはこの1億円ではなかったのです。鈴木の手には5枚の招待状が握られてました。なんと UWF インターはこのトーナメントに
主要5団体のエースに参加を呼びかけていたのです。そのメンバーは橋本真也、三沢光晴、天竜源一郎、前田明、船木正勝という、まさに団体を代表する選手ばかりでした。特に当時全く他団体と接触を持たず鎖国とまで言われていた全日本プロレスの三沢の名前が入っていたのには多くの人が驚いたことでしょう。ただ同時にほとんどの人がこう思ったはずです。あのジャイアントババが他団体のトーナメントに三沢を出すはずがないと。そう、この招待状は一切根回しや承諾を取っておらず、 UWF インターが勝手に発表したものだったのです。当時の UWF インターというか宮とは、こういった驚きの仕掛けをすることが多々ありました。今回のトーナメントも若手社員の賞金1億円にしたら面白いんじゃないですかの一言で思いついたものだったのです。そしてこの1億円を優勝賞金にすれば1人から2人ぐらいは参加するんじゃないか、そう考えて各団体のエースに招待状を送ることにしたのです。まあ控えめに言っても完全に狂っていますね。こういった姿勢から当時の UWF インターはマイナスのイメージを持たれていたのです。そして当然この発表に指名された選手は強烈な嫌悪感を抱くことになるのでした。特に新日本プロレスの橋本は UWF インターとの絶縁を発表。そもそも新日本プロレスと UWF インターは1992年の長の発言以降険悪なムードになっていました。当時ルーテイズを連れてアポなしで新日本プロレスの事務所に乗り込んできた宮戸と安城、その行動に激怒した長州があの野郎の墓にクソをぶちまけてやると言い放ったのはあまりにも有名な話ですね。それなのに橋本の名前を出してきたんですから絶縁されても当然だと言えるでしょう。さらに普段はこういった出来事にコメントを出さない全日本プロレスも UWF インターを非難します。そして天竜と船木の両名も正式にトーナメントの不参加を表明するのでした。このように多くの団体や選手を敵に回した UWF インターの1億円トーナメント、そんな最中一人だけこのトーナメントに反応した人物がいました。それが前田明だったのです。前述の通り前田はすでに UWF インターとの対戦を望む発言をしていました。そのタイミングで出てきたこの話をスルーするわけがありません。ただ前田は UWF インターのトーナメントとは違うことを提案してきたのです。招待選手4人が不参加を表明したことで誰が一番強いかを決めるトーナメントは意味をなさなくなったと主張する前田。そして代わりに UWF インターとリングスとの7対7全面対抗戦を提案してきたのです。この提案を聞いた UWF インターは当時マッチメイクを任されていた宮戸と安城陽次、そして取締役の鈴木がリングスと会合を行うことになりました。それだけ前田の提案は UWF インターとしても悪くなかったのです。ただ会合が始まるとすぐに UWF インター側は態度を硬化させることになるのでした。なぜならこの全面対抗戦に参加するリングス側の選手名に前田の名前がなかったのです。しかも選手のほとんどはロシアやオランダの選手ばかりで、有名な選手はクリス・ドールマンしかいませんでした。このことに対して宮戸は参加要請したのは前田だけ。どこの馬の骨ともわからない選手を参加させるわけにはいかないと言い放ったのです。まあこれは宮戸からしたら当然の発言だと言えますね。しかも参加選手のほとんどが喧嘩や上がりのメンツばかりで、むしろ前田が UWF インターを潰しに来ているようにすら見えたのです。このあたりの流れに関して前田がどういった意図だったのかは正直なところ分かってはいません。ただこんな条件を UWF インターが飲むわけもなく、リングス側も条件を変えなかったために対抗戦の話は消失してしまうのでした。
本来なら、ここで UWF インターとリングスの交渉は終わるはずでしたが、そうはいかないのが前田明という男。宮戸の発言に対して、宮戸こそどこの馬の骨だよと反論してしまうのです。その結果、マスコミを通じて激しい舌戦が繰り広げられることになるのでした。さらに、この状況に UWF インターのエース高田も動きを見せます。1億円トーナメント発表から10日が経った2月25日 UWF インターの日本武道館大会セミファイナルの試合に勝利した高田は、勝利者インタビューで1億円トーナメントについて意気込みを聞かれることとなりました。すると高田は自らマイクを持ち、天井を指差しながらこう言ったのです。前田さんに言います。7対7とかごちゃごちゃ言わんと、トーナメント1回戦待ってます。俺が待ってます、俺が待ってますと。これは過去に新日本プロレスで世代構想の際に前田が放った言葉を引用したもので、明らかに高田からの挑発と受け取ることができたのです。しかしながら、この発言に前田が反応することはなく、最終的に UWF インターは前田を含めた招待選手抜きでのトーナメントを開催することになるのでした。 UWF インター側からすると、前田の意図が汲み取れず不信感だけが残った対抗戦の提案、これに我慢できない人物が一人いました。それが宮戸と共に会合に参加した安城だったのです。もともと安城は新生 UWF でも前田の方針に納得できず、宮戸や船木同様に前田とは遺恨を残す人物でした。安城は4月3日のトーナメント終了後に、前田なんて新生 UWF で終わった人間、高田さんを出すまでもない、僕でも 200% 勝てますよと、まさかの 200% 発言をぶちかましたのです。この言葉を雑誌記者から聞いた前田は、瞬間湯沸かし器のように真っ赤になり、スタッフに UWF インターに殴り込みをかけるから電話をしろと鬼の形相を浮かべることになるのでした。幸いこの時はスタッフが機転を利かせて UWF インターと連絡がつかないとごまかしたことで事なきを得ましたが、ここから前田と安城の遺恨が始まることになるのです。その後も前田が安城の襲撃を発言したことで UWF インターが訴訟を起こすなど、2人の関係は泥沼状態に。さらに皆様もご存知のように、1996年サムライテレビの開局記念で前田が安城を小突いたことで、1999年東京米 NK ホールでの前田襲撃事件へとつながるのでした。このように対抗戦の話からとんでもない遺恨を残すこととなった前田と安城、現在でも2人は和解していないとされています。前田としては、 UWF インターとの関係を作るために提案した7対7の対抗戦、実現しなかっただけではなく最悪の結末をもたらしたと言えるでしょう。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。